そうですね、やっぱりもう木が倒れたりとか庭が起こったりっていうこともありますので、問題がないかっていう確認が今日から始まってます。大型で非常に強い台風10号は台風10号による影響で大規模な停電が発生しています。落としちゃいました。アプローチで電波を見ながら探してます。